I'm Natalie Kentakasino, a photographer from Sweden. I was wondering what Fukushima is like now, 10 years after the earthquake. This was my first visit to Fukushima. It still felt unreal. I pondered what experience awaited me. I was also feeling a little nervous. The first thing I wanted to know about was the nuclear accident that happened in Fukushima. 福島県は東日本大震災による地震、津波に加え、原発事故という未曾有の複合災害を経験いたしました。そうしたことが二度と繰り返されることのないよう、その記録と記憶をしっかりと後世に伝えていきたい。その場がこの伝承館であります。こちらはですね、風評被害の払拭のコーナーなんですけれども、 震災があった年はですね、3517万人ということで、その前が震災の前年が5717人ということで、分かりいただけるように、ガクッと減っているわけですけれども、2018年はどうなっているかというと、かなりもうほぼ震災と同じぐらいの人数まで戻ってきております。あと、ここにですね、福島のお米の 全量全袋検査の模型というものがあります。実際にですね、線量検査を行いまして、一定以上のその線量が見つかると、そのちゃんと数値でですね、出てくるようになってるんですね。なので、一目瞭然、それが基準値以下なのか、以上なのかっていうのは、一目見て分かることになっています。福島県の浜通りは、まだまだ復興途上の部分もありますが、一方で、 When it occurred 10 years ago, I was in Tokyo, but I remember how I felt back then. I think it's important that facilities like this exist, so we don't forget the past. I headed to the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station. I was a little nervous. 第一の方バス乗ってご案内したいと思います。はい、よろしくお願いします。こちら大型休憩所という建物の一番上の7階の部分に今来ました。で、この唯一ですね、ここから窓を通して発電所の全景が見える場所です。通称この通り桜通りと呼んでます。ご覧の通り、下緑色の舗装がしてありますけれども、周りをですね、フェイシング、いわゆる舗装して、 こういった普通の格好でも歩ける場所になりました。こちらの通称高台と呼ばれる地点に来ました。これからですね、原子炉建屋1号機から4号機全体を見渡せる場所に近づいてご案内したいと思いますので、どうぞこちらお願いします。この場所の安全性について教えてください。はい、福島第一原子力発電所には毎日 4000人近い作業員の方が廃炉作業に携わっています。ご覧の通り舗装をしたり、いわゆるフェイシングと呼んでますけども、そういったことで土の舞い上がりがなくなりました。そうすると、今マスクをつけてませんけども、こういった普通の格好で歩ける場所も広がってきています。で、そういった方たち装備はしないんですけども、被曝の線量をしっかり管理しなきゃいけませんので、線量計をしっかりつけて、毎日管理をしています。 海外の影響があるんですか？はい、発電所から放射性物質を出さないというのが大事なことだと思ってまして、ですので、海洋サンプリングなどを通してですね、しっかりデータを取っていますから、海外への影響はないというふうに考えております。The response to the accident that happened here has been very careful and deliberate. I found out that they have taken control of working on decommissioning the nuclear power station. The area under evacuation order is now much smaller than the initial 20-kilometer radius. The area has been reduced to 2.4% of Fukushima's prefecture's land. I heard that there is a facility in Fukushima that works on a variety of advanced research, including the decommissioning of nuclear power plants. 災害の復興、これをするために福島イノベーションコースト構想というのがあります。この中ではですね、廃炉、 ロボット、AI、新エネルギー、医療、航空宇宙ですね。それとあと農林水産と、こういう6つの分野、それを重点的に産業を起こしていこうというところです。で、その中でここはロボットとですね、あとは航空宇宙の中で空飛ぶ車、これらの拠点として整備されているところ。
私たちテララボは長距離の無人航空機の研究開発をしていて、この機体を災害が発生した時に運用するということをやっております。大規模な災害というのはどこでも発生します、はい、そうした時に飛行機がたくさん配備できない国もありますから、そうしたところにこそ我々のような長距離の無人航空機を安価で、導入することによっていち早く情報が収集可能になります。ですから日本で、社会実験をしたらそれを世界に展開できるような、そんな会社を今目指したいと思っております。何か夢があるんですか？このロボットの技術で人を助けられないかの災害用ロボット、これを世の中に実装していきたいっていう、いろんな学者さんとか研究者さん、これの夢が詰まったところです。で、夢を夢だけで終わらせずにですね、ここでそういう産業を育てて日本全国あるいは世界に向けて発信して一大産業を起こしたいと。Here, they do all kinds of research they can only do in a disaster struck place like Fukushima.I felt that they're using their experience from the disaster to create technology that will help people and make the world a better place. I'm not Japanese, but for some reason, these streets make me feel nostalgic. I don't know why, but it's exciting to browse through these shops. こんにちは。はい、こんにちは。震災きっかけでできた場所なんですけど、やっぱり人とのつながりっていうのがすごく大事で、2011年の11月4日に、北郷さんともう1店舗の2店舗からスタートして、で今丸9年が経って今15店舗で全ての店舗が埋まってですね、震災で大変だった町の中に一つこう明かりが灯されたかなっていうふうに思ってます。ここで活気を作ろうってことですよね。活気の火を灯そうっていうことですよね。なんか理想な形があるんですか？食を通じてこう観光になるような場所、をこうどんどんみんなと作っていけたらなっていうふうに思ってます、うん、こんにちは。いらっしゃいませ。オープンしたきっかけは何ですか？ボランティアに短期間で石巻に行ったんですけど、状況を目の当たりにして、東北で何かできたらいいなって思っていた時に、知り合いのつてでここの開店の話をいただいて、でオープンしました。いわき市ってどんな町ですか？いわきはですね、東北の一番南に位置する場所で、東北っていうとすごい寒いイメージがあるんですけど、いわきはものすごい暖かくて、雪もあんまり降らないんで、すごく過ごしやすいところですね。The people here are really wonderful. They really got a community around here. I think this Iwaki Ichiba community has created is good for the people who live here and also gives hope to visitors. As I walked, I took in the beautiful scenery. I wanted to talk to someone who produces food. 震災後の影響はあったんですか？そうですね。やっぱり私たちも農業を始めて、比較的すぐというか1年半後の出来事だったので、でもそれでも買ってくれてた方がやっぱりもう今はごめんねって言って買ってもらえなくなったりっていうのがやっぱりすごい悲しくて。お米は危なかったんですか？私たちはそう思ってなくて、初年度からもう検査も始まっていたので、検査でちゃんと安全ですよという証明されたお米しか流通してないので、私たちは危険だとは思ってはいなかったです、全国的に福島のお米っていうのが安全だっていうのは証明されたのかなって思ってます。美味しい。美味しいですか？Major cities of Fukushima Prefecture has about the same radiation levels as in other cities around the world. The food produced in Fukushima Prefecture is thoroughly inspected for safety. Since 2015, none of the rice produced here has exceeded limits. これからは世界的にも皆さんにこう認知していただけるように頑張って世界に向けて発信していきたいなと思ってます。あ、いいですね。I was amazed by her story.Of how despite the damage from the earthquake, she didn't give up. She kept on farming and grew her business to make it even bigger than before the disaster. I learned that the rice is also safe here, and it tasted great. My final stop was Jade Village. I'm astounded that they built something like this just for soccer. It was also exciting for me because I used to play the game. Konnichiwa. Konnichiwa.震災は2011年にあって、しかも原発事故があったので、それから
7年4ヶ月の間は営業できませんでした。その原発事故を収束するための収束基地になっていたんですね。あ、そうなんですね、うん、再開するまでに随分長い時間が経っていたので、本当に再開できるかという不安もあった中で、うん、再開できた時には本当に嬉しかったですし、ありがたかったです。うん、ホストタウンについてもですね、我々これだけの設備がありますので協力したいというふうに思ってます。サッカーの聖地を目指していると同時にですね、うん、福島復興のシンボルを目指しています。ここを中心として交流人口が増えるようにしていきたいというふうに思っています。うんうんうん、I hope this place will remain a symbol of Fukushima's reconstruction, and many people will come here and connect with others through sport. I had associated Fukushima only with the nuclear accident, but the thing that stood out most to me was the warm-hearted people. They help each other out. I also sense the strength of people who come from outside the prefecture. Fukushima's reconstruction will still take much time. And I want to come back here again to see what it looks like.